listening to Shibuya Cross FM. さあ始まりました。やったドリーム。バイヒューマンボイス、夢を追いかけ続ける人たちへ。この番組は株式会社ヒューマンボイスという創立31年目の老舗の人材紹介が行っているラジオ番組です。昨今コロナウイルスの影響でやむを得ず夢を諦めなくてはいけないという方々も多くいらっしゃいました。例えば自分の周りで舞台俳優として活躍されている方がいらっしゃるのですが、まあ、そういったコロナウイルスの影響で舞台が中止になってしまい、まあ、席が立てられなくなってしまってこう辞めていく方もすごく多かったんですけども、そういったあの弊社ではあの夢を追いかけ続ける方を応援したいということで、そういったあのサービス提供を行っております。コロナウイルスが落ち着いてきた今、まあ、いろいろな職種が生まれる中で様々な人材サービス業者が立ち上がっております。その中でもヒューマンボイスはオフラインのイベントやあの独自のフランチャイス制度ですね、そういったものも行っていまして、温かみのあるサービス提供を心がけております。サービスの一環としてラジオ番組を運営しておりまして、夢を追いかけ続ける方が応援したりとか、あと企業様の PR をさせていただいております。今週も、司会担当をさせていただきますのはヒューマンボイスの広報エンタメ担当の安武大成です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、そして今週からですね、あの毎週、ラジオパーソナリティ一緒にねやっていくあの方をねご紹介させていただきたいなと思うんですけど、自己紹介お願いいたします。新しくヒューマンボイス広報として入りました香川愛菜です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、愛菜ちゃん緊張してますか？はい、めっちゃ緊張しちゃった。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、これからねあの、はい、まあ、あの出れる時ですね、毎週あのラジオパーソナリティ一緒にねやっていくっていうことなんですけども、うん、愛菜ちゃんはこうどういった経緯で、愛菜ちゃんどういったこう活動を普段されてますか？活動は主にライブ配信をしながらの撮影、モデルを目指してます。はい、あ、そうなんですね。で、愛菜ちゃんがこうヒューマンボイスに入ったこう経緯っていうのを聞きたいんですけど、あの噂によるとですね、はい、なんか大阪出身で、もともと大阪出身で、あの最近まで大阪に住んでらっしゃったって聞いたんですけど、でそれでなんかお友達の方がその東京でこうバーベキューがあるって言って、あの当日なんか連絡したら、あの彩菜ちゃん速攻でこう東京来てでそれであの代表の方と仲良くなって、はい、でそこからこうヒューマンボイス入ったみたいなこと聞いたんですけど、合ってますかね？めちゃくちゃ合ってます。はい、よかったです。でも本当そんな感じなんですか？はい、そうなんです、うん、あのバーベキューで当日のお昼にその芸能関係の方とのバーベキューがあるって聞いて、少しでもチャンスがあるならと思って、あの大阪から新幹線で行きました。いや、すごいですねその行動力というか。しかもその日に、うん、あのバスケの試合があったんですよ。あ、そうなんですか。バスケの試合終わって、はいはいはい、速攻家帰って速攻そのまま行きました。時間で言うと朝ってとかですか？朝にバスケの試合が、バスケの試合はお昼にありました。あ、お昼にあって試合前に友達から連絡来て、はいはいはい、そのままあの時間を調べたら、ま、間に合うってなったので行きました。え、すごいですね。え、それはもう本当になんていうんですか、どういう感じでなんかもうここ行ったらなんか人生変わるんじゃないかみたいな、そんな感じで行ったんですか？それともなんか、うん、友達に誘われたから行ったみたいな感じですか？ちょっとでもなんかチャンスがあるならと思って行きました。でもそれでこう今なんかこうラジオやってるって一緒に思ったらすごいですね。なんか、めちゃくちゃ本当に行ってよかったなってもうすっごい思います。すごいですね。だってその、うん、そのなんか行かなかったらこうなってないわけじゃないですか、うんうんうん、だからすごいなって思ったりもするんですけど、うん、あと僕がこうすごいなって思ったのが、大阪に住んでたじゃないですか。でなんかあの代表の方がこう1ヶ月後ぐらいに、ね、なんか電話したらしいんですよ、うん、彩菜ちゃんに、はい、あ、そういえば彩菜ちゃんどうしてるのかなみたいな感じで電話したら、うん、あ、もう東京にあの引っ越してきたんでみたいな感じで話してたみたいなことをおっしゃってて、え、行動派だと思ってえ、本当にそんな感じなんですか？本当にそうですね。バーベキューに行った1ヶ月後、うん、もうそのバーベキューに行った時に、うん、やっぱりなんか東京にいるのと大阪にいるのって全然違うなと思って、うん、だからもう今すぐ東京に行きたいと思って、まず物件探しから入って今いい家物件見に来て、うん、家決まってすぐ来ました。うわ、すごいですね、うん、でもやっぱ東京と大阪だったらちょっと違ったりするんですか？全然違います。え、どういうところが違いますか？その芸能面でも、うん、何やろ、なんていうんですかね、うん、このチャンスの場が、うん、やっぱ東京の方がめちゃくちゃ
あるなって思います。なんか具体的に言うのはちょっと難しいんですけど、なんか感じます。めちゃくちゃなんか東京の方がすごいなって、こうどういういろんな人がいたりとか、まあ、いろんな人いるのもそうやし、やっぱテレビとかでもやっぱ東京が撮影場所であったり、何かしらやっぱもう東京じゃないですか。確かにもう東京、はい、まあでも大阪も結構都会だと思いますけどね。なんか、まあ、大阪もすごいんですけど、やっぱり東京はほんまにすごいです。ああそうですね、ありがとう。でもまだ来てどんぐらいですか、東京。1、2週間、はい、まだ 1,2 週間目ですか、はい。でも結構ちょっとまだこう不慣れな部分とかあったりしますか、東京ですね。めっちゃ不慣れです。電車がもう難しくて、線多いっすよね、結構線多いです。何線に乗って、なんかこう渋谷とか例えば結構ちょいちょい工事とかあるんですよ、渋谷、で、あのたまにこう渋谷来るじゃないですか、あれここ前工事中だったのに、あらもう新しくできてるとか、あれさここの道通れたのに今工事中とか結構あったりとかするんで、なんか そこら辺が結構こうなんていうんですか、なんかすごいなって思ったりもするんですけど、なんかあやなちゃんってもともとどういったこう生い立ちじゃないですけど、なんかどういったなんか経営、何ですか、どういったなんか人でどういう経緯でこうなんかモデルになられたのかなってすごい気になるんですけど。そうですね、モデル目指したきっかけは、その小学校の頃に初めて雑誌を買ってもらって、そこの雑誌の中にあの熊田凛香ちゃんってわかりますか。熊田凛香さんですね。熊田凛香さんが載ってて、なんかめちゃくちゃ可愛いって思ったのがきっかけで、自分もそういう人になりたいなって思ったのがきっかけです。そうなんですね、じゃあ結構ちっちゃい頃からこうなりたかったみたいな感じなんですかね。なりたかったんですけど、小学2年生から高校3年生までずっとバスケしてて。あ、そうなんですね、はい。なんかその時の写真とかあったりするんですか。あ、 あります。あ、あるんですか。はい。ちょっと気になります。おお。あ、ちょっとなんかあのさっき急いで、あ、そうなんですか。はい、さっき急いでちょっと選んだので。ど真ん中ですか。はい、5番が私で。はい、そうなんですけど。髪短いですね。あ、もうめちゃくちゃもうベリーショートです。本当に人生で初めてこんな髪型にしました。そうなんですね。じゃあもともとスポーツ少女だったわけなんですね。はい。なるほど。でそこからこう高校3年生までバスケやってて、でそこからこうモデルとしてこう、ね、あのやっていったみたいな感じなんですかね。そうです。おー、なるほど。ちゃんとモデルの、まあ、あのちゃんと目指し始めたのは、専門学校卒業してからです。あ、そうなんですね。あれ専門学校どこの専門でしたっけ。美容専門学校です。あ、はい、美容なんですね。じゃあ美容師目指されてたんですか。目指してたわけではないんですけど、あの免許を取得しに行きました。あ、なるほど。じゃあもう美容師免許を持ってらっしゃる。あ、そうです。あ、すごいですね、それは。じゃあもう髪切れるんですか。あ、一応切れます。わー、すごいね。あ、ちょっと今度切ってもらってもいい。あ、でもちょっと切り方わかんないんですけど。なるほど、ね、それでもよかったら。 ありがとうございます。でもすごいですね、何でもこう器用に、なんかスポーツもめっちゃやってて、はい、こう美容師もできて、めっちゃ多彩じゃないですか、なんかいろいろ。ありがとうございます。あと、あの、彩菜さんちょっと今座ってるからわかんないんですけど、めっちゃ身長高いんですよ。何センチでしたっけ。168センチ。高いですし、あの僕とあんま変わんないっていうね感じでもあるんですけど、ね、それモデルとかもね、もうなんかそれこそね、なんかいろいろ活動ね、今後できていくんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこうヒューマンボイスにこう広報としてこう、まあ、代表の方とお話しされてこう入ることを決めたと思うんですけど、こうなんか一番の決め手だったりとか、もうこういうここもう絶対こうなんか広報としてこう入ってこういうこと頑張ろうかなって思ってることとかあったりしますか。入りたいと思った決め手は、やっぱり芸能の自分のなりたい夢があったんですけど、そのモデルとかになりたいって免許を取得してもなれるわけでもないから、なんやろ、結構難しいじゃないですか。難しいですよね。だからちょっとさまよってた時期に、ちょうどそうなんですか、ヒューマンボイスさんの代表さん、しのぶさんに、あの一緒にここで働かないか、ラジオの候補としてどうですかって言っていただいて、あのしのぶさんとやったら、なんやろ、夢を叶えれるってめちゃくちゃ思ったのがやっぱり決め手です。やっぱりこう、ね、代表の方しのぶさんって言うんですけど、そのしのぶさんって本当いろんな人脈をお持ちの方で、例えばこういろんな経営者のつながりがあったりして、まあ、一番仲いい方とこういきなりステーキの社長さんだったりとか、あと元 LINE の森川さん、あ、元 LINE の創業者ですね、創業者の森川さんという方とか、あと BEAMS の社長さんとかで、こういろんな人脈をお持ちだったりとか、こう芸能人の方も、ね、知り合いだったりするんでね、やっぱり自分ももともと芸能やってた時期あったんですよ。
芸能やってた時期があったけど、なかなかこう夢をね叶えるにはどうしたらいいかなっていう時期がすごくあったの でそれでこう今自分がキャスティングのね授業をやりたいっていうことで、あの社会人経験が今までなかったので、あの一度こうヒューマンボイスであの学ばさせていただいて、でこれでそのヒューマンボイスの中でこうなんかホールディングスってわかります？わからないです。なんか例えば、そうだな、何で例えたらいいんだろう、なんか一つの会社でもこうなんか株式会社ってあるじゃないですか。まあ、例えばガストわかりますかね？わかります。ファミレスのガスト、はい、ガスト の大元ってあのスカイラックグループって言うんですけど、なんかそこにこうバーミヤンだったりとか夢シーとかいろいろあるんですけど、そんな感じであのヒューマンボイスがあってこう今人材事業部があって営業事業部があって、まあ配送事業部があったりとかするんですけど、まあそこで自分キャスティング事業部やれたらいいかなっていう感じだったりとか、あとこううちこう今結構あの芸能関係の人とかあのインターン生で入ってきてくれたりしてる子とか、こう社員で働きながらね俳優やってる子とかいたりするんですけど、そういう感じであの事務所も作ろうかなってあのおっしゃってたので。そうなんですね。そうなんですよ。なのでそういったこういろんな軸でこうやっていけたらいいのかなと思ってて、うん、その彩菜さんもね今後ね広報としてねこう活動していただくのはもちろん、こう芸能としての夢もねもちろん叶えていただきたいので、そういったことでこう一緒に頑張っていけたらいいのかなってすごく思ってるんですけど、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますっていう感じなんですけどなんか具体的にはこうどういう夢をつ、まあ、キャッチ・ザ・ドリームなんでどういう夢をつかみたいかっていうのと、あのどういう目標があるかっていうのを聞きたいんですけど、どういったのがありますか？一番初めはやっぱりモデルさんになるのが夢、キラキラしたモデルさんになるのが夢で、でも今はそのキラキラしたモデルさんはもちろんなんですけど、その芸能界で活躍でき、そしてヒューマンボーイさんも、ボーイさんもあのたくさんの人に知ってもらえるように自分が頑張りたいなってめっちゃ思います。ありがとうございますこちらこそです。めちゃくちゃ心強いですね、あやねさん入っていただいて。やっぱりこうあやねさんってあのミクチャっていうライブ配信があるんですけど、そのライバーさんでもいらっしゃいますし、こう普段 TikTok とかもね、で活躍されてる方なんですけど、結構もうファンとかねめっちゃいらっしゃるっていうのを聞いたんですけどね、そんな感じですね。結構トップでやられてるって聞いたんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。でも本当にねあのミクチャで調べたらあやさんすぐ出てきたりとか、TikTok でもすぐ出てくるんでね、それぐらいこう影響力もある方なので、今後ねちょっとぜひお力になっていただければと思うんで、あのやっぱりこう今まで広報担当っていたんですけど、自分含めて、男性ほぼ、男性しかいなかったんですよ、俳優やってる子、モデルやってる子、アイドルやってる子、もともとインフルエンサーとしてやってる子で、自分っていうのがいるんですけど、こう女性でこう、インフルエンサーでこう、モデルやってるっていう方いらっしゃらなかったので、ぜひちょっとねヒューマンボイスの新たなニューフェイスとしてちょっと活躍していただきたいですし、あやなさんはもうがっつりこう広報担当という感じで、TikTok をあの先ほどもねちょっと動画とかね撮ってたりしたんですけど、それでこう発信していただいたりとか、あとこうイベントでねこう顔としてねこういろいろとやっていただいたりとか、こうもちろんラジオもですねこう出れる時にはぜひ出ていただいて、で今後こうラジオとかねもしかしたらこう忍さんの周りとかね、すごい経営者の方とか芸能人の方 いっぱいいらっしゃるんでね、そういった方とこうコラボ対談じゃないですけど、そういったのもねできたらすごく面白いんじゃないかなと思うので、そういったものもぜひね、あやなさんの力を お借りしたいなと思っている感じでございます。ぜひよろしくお願いします。はい、あやなさんはこう、なんかね、一見こう、なんていうか、すごく、なんていうのかな、普通に、いい方というか、すごくいい方、なんていうか、普通に綺麗なあの女性の方っていう感じなんですけど、やっぱりそういった行動力があったりですとか、結構こう、なんていうんですかね、企画力もあったりとか行動力もあったりとかいろされるんで、なんかすごく今後が楽しみなんですね自分、ありがとうございます。だからこう力を合わせてね、こう、今までちょっと足りなかったパーツをあやなさんにちょっと埋めていただいたような形にはなっていると思うので、それでこう頑張っていけたらなって思ってるんですけど、やっぱりこう広報としてなんかこういうことを今後やっていきたいなっていうのはあったりしますか？ざっくりまだ入ったばかりだと思うんですけど、昨日入ったばかりですね。昨日初めて、あの会社に行かせていただいて、そうですね、やりたいこと、例えばなんですけど、うちでこうモデルやってる子とかいるんですけど、ビームスの社長さん知り合いだったって言ったじゃないですか。だからこうファッションショーやったりとかもできるし、あと動画事業部と SNS 事業部っていうのがあるので、こう企業さんの PR だったりとか、そういったインタビュー動画だったりとか、あとそうだな、
まあ、いろいろこうこれにこうライブ配信とかもなんか提携してやっていくみたいな感じもあったりするんです。もうそれはもうぜひ綾菜さんの力をお借りするような感じなんですけど、なんか綾菜さんもやっぱりこうモデルとかももちろんですけど、やっぱりテレビ出たいっておっしゃってたじゃないですか、はい、やっぱこうテレビ出るためには、まあ、もちろんこう、ね、自分のこう人気だったりとかそういったものも必要だと思うんですけど、やっぱりある程度はね、こうなんていうのかな、やっぱり自分と同い年ぐらいでこう目指してる子ってめっちゃ多いと思うんですよ、うん、だからそこから一つ抜けるためには、まあ、何かしらのこう人脈だったりとかそういったねつながりとかも必要だったりとか、まあ、いろいろあると思うんですよ。いろんな要因がねあると思うので、このラジオもね一つのこう機会としてね、ぜひ発信していっていただいて、綾菜さんって結構あの面白いんですよ僕は。本当ですか？なんかちょいちょいあのやっぱ関西人なので、あのちょいちょいやっぱ面白いことが結構好きなのかなと思ったりするんですけど、楽しいことはめっちゃ大好きです、うん、そうですよね、はい、なのでなんかそういったこう、まあ、もちろんねあの個性も出しつつでいろいろやっていったらいいんじゃないかなと思ったりするんですけど、はいね、あとそうですね、まあ、僕がこう今後やっていきたいことで言うと、はい、やっぱりこう綾菜さんのまあお力をお借りして、まあ、イベントなんかやりたいですよね。イベント例えばなんかまあいろいろ、まあ、何がいいですかね、綾菜さんの、まあ、それこそファッションショーとかもね、うん、やれたらいいかなって思ったり、なんかファッションショーめちゃくちゃやりたいです。やりたいですか？結構今まで経験ありますよね、ファッションショーなんか。そうですね、うん、ありますはい。とかあとなんかヒューマンボイスでこうなんかイベント T シャツみたいなのあるんですよ、うんうん、今日は着てないんですけど、普段あの着てる T シャツがあって、はい、そのなんかヒューマンボイスの限定グッズみたいな作って、T シャツはあるんで、あの帽子とかバッグとか作って、うん、あのあるじゃないですか、某スポーツメーカーのやつだったりとか、はい、結構あるじゃないですか、そういうブランド品、はい、そのなんか自分たちでこう作って自分でモデルしたらいいんじゃないかなって思ったりもしますし、なんかいろいろな活用の仕方で面白い取り組みしたいですね。めっちゃいいですよね、うん、それの。それこそ元バスケ、はい、バスケやられたと思うんですけど、はい、なんかそういうバスケのイベントとかどうですか？バスケのイベント、バスケで試合ですか？試合というかなんかそういう、はい、なんかバスケなんか分かんないです、バスケ選手呼んで、うんうん、はい、こうバスケのイベントとか、うん、今後もしなんかやれたら面白いんじゃないかなと思ったり、だってそんだけ小3から高3です、ね、はい、小2から高3です。小2から高3なんで、もう結構11年12年ぐらいですかね。もうめっちゃがっつりやられてるじゃないですか、はい、なのでそういったイベントとかもなんかもしかしたらできるんじゃないかなって思ったりもして、めっちゃやりたいです、ね、バスケ大好きなんで本当に。そうなんですか？いや結構試合とかも見られた。めっちゃ見るのも好きです、うん、この間のワールドカップとか見ました？あ、見ました。あ、ワールドカップじゃないか、ワールドカップ、ワールドなんですかね、ワールドカップ、ワールドカップかな、だと思います。アジア戦かな、はい、結構、まあ、僕もあのちょいちょい見てたんですけど、やっぱり結構見てた感じですか？全部は見れなかったんですけど、うんうん、あの配信とかしてて、あ、でも見れるときはもう見てました。あ、そうなんですね、ありがとうございます。まあ、なのでなんかそういったねこう自分のこう好きなことをな形にできるのが結構ヒューマンボイスの魅力だったりするので、うん、なんか我々ってあの夢を叶えるプラットフォームなんですよね。なので自分がこうキャスティングをやりたいって言ったからこう芸能の子たちがこう集まってきたりっていうのもありますし、もともと旅行代理店やりたい方もいらっしゃったりとか、こうゴルフやりたい方とかいらっしゃったりとか、そういった形で各々のこう夢があって、それに向かってこう今はまあ自分だったらこうキャスティングをやりたいので、まあキャスティングってこうなんだ、仕事とまあモデルさんのマッチングっていう意味じゃないですか、大元に言うと。なのでこう転職者とこう企業さんのマッチングっていう意味であのキャリアカウンセラー今やってたりもするんですけど、そんな感じであのまあいきなりやるとちょっと自分一人じゃねなかなかねできなかったりするじゃないですか、そういうのって。なのでそういった意味も含めてこうまあ社会人勉強としてねやってるわけではあるんですけど、そうなんです。まあ、あやねさんもねこうヒューマンボイス入ってあんまりあれですか、今までバイトとかはしたことありますか？バイトはあります。バイトはあります、はい、でもこうね会社に入るって今までないと思うんですけど、なんかどんな心境ですか、ね、まだ入って2日目とかだと思うんですけど。そうですね、うん、会社とかはやっぱりあのドラマで見ることしかなかったので、うんうん、実際自分が、まあ、1回しかまだ行ってないんですけど、うん、でも不思議な感じがします。不思議な感じですか、はい、自分がそこの場所にいることがまだちょっとなんか新鮮やなって感じます。はい、明らかに一人だけちょっとねあのもうめっちゃモデルさんおるやんみたいな感じですよね
あでもそれちょドラマで思い出したんですけど、はい、ドラマもね作りたいなって話してたじゃないですか、はい、あのヒューマンボイスのドラマですね。なんか綾音さんと、はい、あと武田くんという俳優の子がいるんですけど、その子主演でちょっとやっていけたらいいんじゃないかなと思ってて、はい、なんかあどうなんですかね、まあ、TikTok の今ショートドラマとか流行ってますもんね。結構流行ってますよね。なんか私も、うん、見てます。めっちゃ見ます、はい、めっちゃ見ますか。なんかそういうのもちょっとやっていきたいですね、うん、やっぱりこう今なんだろう、テレビで見るっていうよりもなんか TikTok とかそういう、ね、ABEMA TV とかもいろいろあると思うんですけど、そういう、ね、媒体で見ることが多いと思うんですけど、まあ、そういったのでちょっといろいろとやっていきたいなと思ってて、まあ、うちがあとリフォーム事業をやってたりとかもするんで、なんかテラスハウスじゃないですけど、そういったなんか番組を作れんじゃねみたいな、ね、こんな結構、まあ、うち結構美男美女も集まってきてるので、はい、そういった面白い取り組みも、ね、できる会社でありたいなと思ったりもするんで、こうやっていけたらなと思うんですけど、やっぱりそういうのも興味あったりしますか？興味あります。おそうですね、うん、まあ、演技芝居お芝居あお芝居やりたいんですか？結構はやったことないです。あやったことないないんですけど、うん、やってみたいです。あそうなんですね。やっぱりこうモデルさんもやりつつ、まあ、女優さんもやっていきたいみたいな感じ、うん、やってみたいです。うん、感じですよね。やっぱりこう口に出すってねすごく大事だと思ってて、うん、自分なんか自分がこうやりたいことがあるじゃないですか。でそれを言うことによって、あの協力してくださる方とかねいらっしゃると思うんでね、こうどんどん発信してねいけたらいいんじゃないかなって思ったりもするんですけどね。こう綾菜さんね、こういろいろとねこう聞きたいことねいっぱいねあるんですけど、はい、そうですね。 あとなんだろう、これちょっと聞いていいのか分かんないんですけど、何ですか？ちょっとあの好きなタイプとか、好きなタイプ、タイプとかちょっと聞いてもいいですかね？すいません。そうですね、そうですね、好きなタイプ、はい、やっぱりこれ配信でも言ってるんですけど、うんうん、あ大丈夫かな？あ確かに虫が、はい、虫が、はい、好きなタイプはやっぱり男らしい方がタイプです。お男らしい、男らしい方にめちゃくちゃ惹かれます。ああなるほど、うん、年上か年下だったら年上みたいな感じですか？そうですね、うん、年上の方か。なるほど、まあ、分かんないんですけどまだ、はい、まあ、そうですよね、うん、なんか僕結構あれなんですよ、なんか好きなタイプって言ったら分かんなくて、なんか自分が好きになったタイプが好きなんですよ、うん、あでもいますよね、うん、なんか分かんないんですよ。なんかちっちゃい頃はこういう人がタイプだったけど、でも今はこういう、うんうん、なんかちょっと変わったりとかしてたりするんですけど、はい、まあ、分かんないですよね実際、うん、なんか自分のなんか理想の人言うんですけど、実際付き合った人全然違かったりとかすると思うんで、はい、まあ、なんかそういうのも、ね、ありつつ、あとそうだな、でもなんか僕その実を言うと、もともと知り合いって感じではないんですよ。なんか知り合いの知り合いみたいな感じですよね、はい、あ私、うん、綾菜さん、あそうですね、はい、なんかこう仲いいこう友達の方がいらっしゃって、その方のお知り合いが綾菜さんみたいな感じなので、そうです、そうです、はい、だから実際にこう会うの多分まだ 2,3 回目とかなんですけど、そうです ね, ね、まだまだちょっとこうね、はい、お互いこう始めまして、めっちゃ虫いるやん、めっちゃいますありがとうございます、はい、なんか自分のところじゃなくて綾菜さんのところばっかり行ってるんで、はい、めっちゃ虫にも好かれる綾菜さんっていうことで嬉しくないです、はい、嬉しくないですねっていう感じなんですけども、はい、やっぱりそうだな、なんかこう最初会った印象、それこそあのヒューマンボイスであの最近婚活パーティーみたいなやつがあったんですよね、はい、うちはあの結婚相談所みたいなのも最近できたんですけど、それであの経営者の方とかこういろんな女性の方呼んでね、あの婚活パーティーをね、あの、まあ、場所は言えないんですけど、とある高級住宅街の、まあね、ちょっと高めなんか高層系な、はい、あのタワーマンションに、うんうんうん、っていう感じですかね、はい、そんな感じでこうやってって、それであの初めてねこうお会いさせていただいたんですけど、やっぱりこうなんていうのかな、もうとにかく最初思ったのがまずめっちゃスタイルいいなみたいな感じですよね。ありがとうございます、はい、っていう感じだと思うんですけど、でも結構緊張しましたか、あの場。めちゃくちゃ緊張しました、うん、本当になんか、うん、みんな初めましての方がほとんどだったんで、うん、なんかあと結構年齢も、うん、なんやろ、自分より年上の方がほとんどやったんで、うん、なんかどうしたらいいんやろうって、うん、めちゃくちゃ緊張しました。そうですよね、はい、結構でもすごい方いらっしゃったじゃないですか、うん、例えばこういきなりステーキの社長さんとかこういろんな方がいらっしゃったと思うんですけど、うんうん、なかなかね普段こう過ごしてる中だとね体験できないことだったり、体験できないことだったりとか、こうお会いできない方がいらっしゃったと思うんですけど、はい、はい、どうでした？結構緊張、そうですね、うん、緊張
緊張はしてたんですけど、うん、やっぱり話しかけてきてくださったり、うん、そう優しい方が本当にたくさん、うん、いてたので、はい、そこに救われました、はい、なんかめっちゃ今電話が大丈夫ですか？いや大丈夫ですか？はい、すみません。ちょっと、はい、もうちょっとこういうもうちょっと聞けよみたいな。あ、はい、まあ、確かに、はい、そんな感じなんですけど、はい、でもどうですかね、こう実際に、はい、なんかそこに結構社員、ヒューマンボイスの社員の方とか、うん、いやちょっと、大丈夫ですかね？あれ、あ、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、すみません。まあまあ、いろんな方がいらっしゃるんでね、はい、っていう感じなんですけど、ラジオは結構こういう感じなんですか、ラジオこんな感じですね、うん、でも僕も結構緊張してるんですよ今。え、そうですか、はい、ですか。あんま結構男性の方が多くて今まで、ゲストの方が、そうなんですね。そうなんですよ、だからちょっと緊張しちゃいますね、なんか、はい、でも全然緊張してるように見えないです。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。もう本当にで、はい、なんていうんですかね、なんかでも今日のなんか服装とかもめちゃくちゃ素敵ですよね。ありがとうございます。なんかポイントとかあるんですか？ポイント、はい、ポイントはやっぱりモノトーン、白黒が好きで、うん、なんかやっぱり白黒の服ばっかり着ちゃいます。あ、白黒の服着られるんですね、はい、ポイントはこのキラキラと肩のふんわり、うん、あがポイントです。なるほどですね、はい、ありがとうございます。やっぱりこうシンプルが似合いますよね、はい、シンプルというか意外と。そうですね、うん、シンプルなもんばっかり買ってしまいます。あ、そうなんですね。なんかあとなんか趣味とかあるんですか普段、うん、趣味ってのが正直なくて、でもやってみたいのがあるんです。あ、そうなんですか、はい、ゴルフをやってみたくて。あ、はい、そうなんですか、意外ですね。なんかゴルフめっちゃやってみたいです。まだやったことはない？あ、あります。あ、あるんですか？はい、小学校の頃になんかあるんですけど、もうでも記憶もないぐらいの感じです。あ、そうなんですね、はい、え、それは打ちっぱなしとかですか？打ちっぱなしやったと思います。あ、なるほど。打ちっぱなしでこう、なんかあれですか？なんか親御さんとかに。あ、そうです、家族で、ね、はい、連れてって行かれてこうやったぐらいですかね？多分やったぐらいです。いいですね。でも多分もともとバスケやられてたんでめっちゃ運動神経いいと思うんですよ。ありがとうございます、はい、ありがとうございますなので、はい、ゴルフもできるんじゃないかなって思ったりするんですけど、うん、あとうちの上司の方で、はい、こう米田さんっていう方がいらっしゃるんですけど、もともとゴルフやってた方で。そうなんです、ね、あ、そうなんです、そうなんです。で、ゴルフ教室かな、うん、渋谷で、ちょうど渋谷でやってるんですよ、月1でゴルフ教室。なんかそこでちょっと行ってみてもいいんじゃないかなって思ったりするんですけど。でもぜひ行きたいですね絶対いいと思います、はい、はい、ちょうどいらっしゃるんでね、うんうん、めっちゃ行きたいです、ゴルフ。まあ、いいですね、うん、まあ、僕そうですね、でもゴルフなんかでも難しそうだなって思ったりもしますね、うん、確かになんか、うん、こういう動きあんまりしなくないですか？いや、しないですよ、普段ですよね。なんかこう下にこう振るみたいな感じで、難しいですよ、ね、ちょっと変なとこ釣りそうなね感じがあったりすると思うんですけど、まあ、でもこう何でもね挑戦してみたいっていうのはねいいと思いますね、うん、はい、素敵なことだなって思ったりするんですけど、なんかそうだな、あとそうですね、なんか、まあ、うちの会社ってもともとね、はい、人材紹介の、まあ、会社とかやってたりするんですけど、なんかそれは知ってたりしました？はい、お、知ってたんですか？人材紹介ってどういう会社か知ってます？人材紹介、うん、イメージはお仕事を紹介する。あ、そうですね、はい、なんかこう転職者の方がいらっしゃって、うん、でそれで相談しに来たりとか、うん、まあ、いろんなこう経緯で紹介されたりするんですけど、まあ、それで転職者の方をこうカウンセリングして、まあ、その方に合う企業を紹介させていただいて、うん、でそれで、まあ、なかなか、ね、そういう方って、ね、ちょっと自分で転職できない方だったりとか、ちょっとまあ難しい方とかも、うん、まあ、難しいじゃないですか、なかなか、ね、自分でやるのって。なのでそれで相談しに来ていただいて、まあ、それでサポートしていくような、まあ、お仕事なんですけど、まあ、そういったことを今普段やってるんですけど、うん、でまあ、いろいろな形で携われるんですよ、実を言うとヒューマンボイスって。例えばこう代理店っていうワード聞いたことありますか？あります。あ、ありますか、はい。どういうイメージとしては、うん、その間につなぐ人が代理店
ていうイメージあります。あ、そうですね。あ、でも合ってますね。合ってます、はい、あ、よかったです、はい、そうなんですよ。なんかその自分のまあ周りの方だと、まあ、今利用者やってる方とか、それこそインフルエンサーをやってる方とか、まあ、いろんな方がいらっしゃるんですけど、でその方の周りでこう転職したい方がいらっしゃるじゃないですか。でその方が自分にこう紹介いただいて、でそれでサポートさせていただくんですけど、まあ、それでその方がまあ入社決まりましたってなったら、まあ、その方にもまあお支払いができるようなシステムがありまして、こう今までそのバイトとかしてこられたと思うんですけど、まあ、それだとやっぱりこう時給イコールなんか、うんうん、それ発生するお金みたいな感じだと思うので、まあ、なかなかねこう芸能と両立が難しかったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、こう間にできるお仕事っていうことで、まあ、もしねこう彩奈さんの周りでもねちょっと転職したい方とか、まあ、それこそ今芸能をやりながらこう普通に会社員の方とかも結構いらっしゃるんですよね、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。普通にリモートで働いてて、でこうフレックス制ってあって、こう月に時間が決まってるんですよ。何時間働けばいいっていうの。なので午後休だけ取ってこう撮影に行ってる方とか、あとその自分がこうおすすめの求人があって、実を言うとなんかタクシー運転手っていう仕事があるんですけど。タクシー運転手。そう、タクシー運転手っていう仕事がある、んですけど、知ってますか？え、タクシーの運転。あ、そうです、タクシー、ね、運転する人です、はい、結構そこら辺に、ね、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、はいはい、タクシーを、まあ、運転してる方が、はい、タクシー運転手なんですけど、なんかタクシー運転手のこうイメージとかあります？あやなさん、どういったイメージ？イメージ、うん、やっぱ東京になんかたくさんいるイメージで、うん、電車とかバスとか、うん、そういうところでは行けないようなところを車で連れて行ってくださるっていうイメージです。うん、そうですね、ありがとうございます、はい。まあ、こういろいろあると思うんですけど、やっぱりこうなんか大変そうなイメージとか結構あるらしいんですよね。でも意外とこう夢追ってる方にとっては結構いい求人じゃないかなって思ってたりもするんですけど、まあ、なんでかっていうと、まず11日しか働かなくていいんです。11日、1ヶ月に1ヶ月です。1ヶ月30日ぐらいじゃないですか、はい、で11日しか働かなくてよくて、であとこう最低こう30万円保証されてるっていう1年間保証、まあ、がありまして、であとそういった地方から来る方だったらそういった家賃補助だったりとか、そういったものもあったりとか、あとそうですね、結構今タクシーってアプリとかあるの知ってます？ゴータクシーとか、そうそう、ゴータクシーとか、はい、こうウーバータクシーとかいろいろあると思うんですけど、はい、そういったある程度こう予約でこう埋まってくるので、うん、自分でこうヘイタクシーっつって捕まえに行かなくてもある程度予約埋まるんで、こうある程度稼げるっていうのがあったりするんですよね。なのでそういったのも含めてこう、あとシフトの自由決めやすいっていうのもあったりして、結構おすすめだったりするんで、そういったものも自分こう発信していきたいなみたいな感じでやってるので、まあ、もしねこう彩奈さんの周りとかこう今聞いてる方々の周りで、ね、いらっしゃったら、ぜひヒューマンボイスに、ね、ご相談させていただきたいのでまあそういったその広報的な、ね、役割を、ね、今後ねちょっと担っていただきたいなとは思ってる所存でございます。はい、わ、はい、かりました。はい、お願いします。お願いします。ね、そうですよね。でもなんかはいっていうことなんですけども、あと、まあ、今後どんどんねイベントねいろいろやっていったりとか、こうヒューマンボイスをね広める活動をねちょっと一緒にねできたらいいのかなって思ったりもするんですけど、それこそ先ほどこう TikTok のね動画をね一緒に撮ってたりとか、写真撮ったんですよ。こう彩奈さんのねアカウントをね作ろうっていうことでね、広報、ヒューマンボイスの広報担当の彩奈のアカウントをね、はい、作ってこれからどんどん発信していこうかなって思っているので、はい、それでこう興味を持ってくださったりとかね、できる方ね増やせていけたらいいのかなっていう感じでございます。はい、はい、っていう感じですね。なんかこうどういう感じでこうやっていきたいなってあったりします？今の時点で TikTok とか、うん、TikTok とか、そういう人、そうですね、うん、なんか日常系を上げれていけたらなと思います。そうですね、はい、で例えばさっきこうカフェ行ったじゃないですか、うんうんうん、カフェでこうそういったねこう日常の風景だったりとか、まあ、なんか意外とこう決めるっていうよりもなんかそういったね、うんうんうん、普段こうなんか風景、なんか普段の日常の中の一部みたいな感じでこうやっていってもいいと思いますし、まあ、多分彩奈さんがやったらなんか何でもバズりそうだなって僕思ってたりも、はい、するんですけどね、結構いろいろね、それこそショートドラマとかね、うん、なんかやっていきたいなって思ったりします。めっちゃやりたいです、ショートドラマ、うん、いいですよね。ね、いいですよね。なんかおすすめの
あります？そういう最近見てるやつとか。最近見てるやつ、うん、そうですね、うん、あ、TikTok であります。あ、あるんですか。はい、これ言っちゃって大丈夫ですか。言っていいですよあのバイトな恋っていう、あの TikTok のショートドラマなんですかね、はいはいはい、があって、それもめちゃくちゃ見ちゃいます。あ、そうなんですね、はい、どういう感じなんですか、なんか内容的には。なんか片思いしている男の子、バイトの男の子がそのバイトの女の子に片思いしているみたいな、そういうドラマで、途中参加の女の子がその男の子を狙いに行くみたいな、なんかそういう感じのドラマです。なるほど、そこが好きなんですね。そうです、なんか結果どうなるんやろうみたいな、めっちゃ気になります。あ、こうちょっとずつ続いていく感じですか、なんか。そうです。なるほど、そういう感じでこうやっていきたいな、はい、みたいな感じですかね、はい、ありがとうございます。まあ、多分それもね、ちょっとやっていけたらいいんじゃないかなと思うんですけど、どんどんね、こう企画していったらね、いいんじゃないかなと思って、やっぱやりたいことをやれるのがね、ね、あの僕もこう最近ね、こういろいろ悩んでた時期あったりしたんですけど、こうやりたいことやれって上司の方にもおっしゃっていただいたので、やっぱ彩菜さんもね、こうご自身のね、こうやりたいことをね、どんどんやっていただきたいなってすごく思いますし、はい、なんかこう自分一人じゃね、こう難しい部分もね、はい、こういろんな方のね、助けとかこんな支えがあったらね、できると思うので、ね、今後頑張っていけたらいいんじゃないかなって思っております。はい、頑張ります。頑張りましょう。頑張りましょうありがとうございます。それこそそうですね、うん、なんかこう、まあ、ヒューマンボイスって、まあ、それこそ先ほど申し上げたんですけど、いろんなイベントやってたんですよ今まで、うんうん、こうバーベキューやってたりとか、まあ、それこそこの前みたいな、あの寿司パーティーみたいな、うんうんうん、なんかお寿司、あ、そうなんですよ、このお寿司、あのよ、あのこうなんですかね、出前、はい、出前じゃないですね、タク、あの出張、あ、そうです、出張のお寿司屋さんがいるんですけど、はい、こういった食べました、お寿司、いただきました。どうでしたか。めちゃくちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったですよね、うん、めちゃくちゃ美味しかったです。マジで美味しくて、はい、あの僕あの炙った、うん、あのお寿司、なネタ何でしたっけなんかちょっと思い出せないんですけど、なんかその、ね、もうマグロとか もうサーモンとかもこうなんですか、アジとかもなんかいろいろ美味しかったんですけど、はい、あとウニとかありましたよね。ありました。もうめちゃくちゃ美味しくて、マジで結構僕寿司好きなんですけど。寿司ですか。もう大好きです。大好きですか。大好き。何のネタが好きですか。一番好きなのはマグロです、うん、あ、マグロですか、はい、あの普通に赤身の赤身、はい、のマグロですかね。もうめちゃくちゃ美味しかったじゃないですか。なのでそういったのもすごくね、まあ僕結構一番の思い出かもしれないですね。なんかめちゃくちゃ美味しかったっていうのがあったりするけど、そういったこういろんなね、方をお呼びしてのイベントとかやってたりするんですけど、まあ、やっぱこうバーベキューが結構うち多かったりして、まあ、代表の方 あのお庭にこうバーベキュー場があるみたいな感じなんですけど、うん、もうマジですごいです。いや、すごすぎます本当に、はい、あ、行ったことありましたっけ。お庭にバーベキューはないです。お庭にバーベキューはないですけど、はい、なんかあるんですよ、あの、はい、この前行ってたとこと違うところで、あのこうお外でバーベキューできるところがあるんですけど、マジですごいです。いや、もう聞くだけでもすごいの伝わります、はい、あのちょっと自分のステータス1個上がったなみたいな感じになるんですけどそんな感じで、あの素敵なこうバーベキューイベントだったりとかね、あとこう転職者向けのね、あのイベントだったりとか、こうフリーランス向けの方のイベントとかね、いろいろ今企画、まあ、やってたりとか企画してたりとかしてまして、そういったこともね、こういろんな角度からね、いろんなイベントをね、開催できるっていうのがね、すごく強みなのでね、今後ともちょっといろいろとね、やっていきたいなって思うんですけど、ね、あやなさんもね、ちょっとぜひね、なんかお越しいただいてね、はい、なんかこう味わっていただきたいなんて思ったり、ぜひ行きたいです、はい、ぜひお願いしますっていう感じで、はい、ねえ、なんでしょう、すごく緊張します。僕なんそれこそあとなんだろう なんか大阪、はい、この前いらっしゃったじゃないですか。この前までずっと結構あれです なんかホームシックとかならないですか。ホームシック、うん、いや実は今、うん、お母さんが、うん、そう家にいてくれてるので、うん、まだホームシックにはなってないです。あ、お母様もいらっしゃるんですね。あ、そうなんです。なんかいろいろ家具とか組み立てたり、その宅配が届くので、それでいてもらってます。なるほどですね、はい、まあ、でも結構心強いですね、お母様。めちゃくちゃ心強いです、ね、いらっしゃるとか、はい、結構あの家事とかもしていただいてる。あ、していただいてます。
かしこまりました。なるほど。でも今まで一人暮らし経験はないんですもんね。ないです。ああそうなんですね。でもなんか僕もそうなんですけど、ちょっと料理するの苦手だったりとか、ちょっと洗濯できなかったりするんですけど、なんか一人暮らしやっぱ結構あるあるだと思うんですけど、はい、なんか自分がこう忙しすぎたらね、ちょっとそこまでちょっと手が回らなかったりとか、うん、だからこう毎日こう朝起きて洗濯できて、こうアイロンかけてとかできる人めっちゃすごいなと思って、あやなさんはどっちかっていうとどういうタイプですか？そうですね、うん、まだ一人暮らしでちゃんとやったことないんですけど、うん、もうやる気はめちゃくちゃあります。やる気はめちゃくちゃある。初めの方はやっぱ、うん、あのやり頑張りたいなと思ってます。あ、はい、いいですね。料理とかされるんですか普段？料理は学生の頃に、うん、週、いや月 1? 月1ぐらいで晩ご飯を作ったことはあります。そうなんですね、はい、何作ってらっしゃったんですか？そうですね、うん、あオムライス。オムライスですか？はい、あどっちタイプですか？あのこう 丸めるタイプかあのパカって割るやつあるじゃん。どっち？パッカンやりたいんですけど、うん、パッカンできなくて。パッカンできないですね。乗せるタイプです。乗せるタイプですね。はい、あここにチキンライスがあって、うん、こう乗せる感じですね。あそうです。なるほどなるほど。結構評判はどうでしたか？こう食べる方とか。評判はあの美味しいって言ってもらいました。あそうなんですね、はい、僕もちょっとね機会あったらちょっと作っていただけはいっていう、はい、すいませんごめんなさい。はいっていう感じですね、はい、でもいいですね、料理できるの方は素晴らしいと思います。本当に素晴らしい。あとなんか趣味とかあるんですか？趣味、うん、趣味は趣味ですか？え、ないですか？ないあ、ネイル作り。ネイル作り。ネイル、あ、でも今日もやってらっしゃいますよね。あ、そうです。これはあの、うん、購入したものなんですけど、はいはいはい、ネイル作る、ネイルチップで、はい、そのネイルを作るのは好きです、はい、あ、そうなんですね。めちゃくちゃ女性らしい。あ、ありがとうございます。お持ちで、はい、やっぱもうめっちゃこう美を使っ気を使ってます感めっちゃあるじゃないですか。本当ですか？うん、やっぱこうなんか美の秘訣とか聞いてもいいですか？美の秘訣いや全然そんなのないです。いや、ないですか、はい、そのえ気をつけてなくて、うん、そんなこうなんていうんですか、はい、綺麗なポテンシャルをお持ちの方であり、やばいなちょっとでもすごいですね。なんか、はい、え結構あれですか、なんか美容品これ気使ってますとかそういうこともなくてですか？そうですね、うん、この前あの新大久保に行った時に、うん、新大久保の店員さんが結構、うん、肌に詳しい店員さんがいて、 そ、ね、そこでこれいいよって言っていただいたものを今使ってるって感じです。あそうなんですね、はい、新大久保好きなの？え新大久保じゃあ韓国系が好きだったんですか？韓国料理めっちゃ大好きです。そうなんですね、はい、でも韓国料理いいって言いますよね結構。あそうなんですね、はい、あのなんか日本の料理って結構丼物みたいなご飯物みたいな感じじゃないですか、はいはい、でも韓国の料理ってこうなんか一品あってあの副菜がめっちゃあるじゃないですか、うん、キムチとかね、まはい、ナムルとかいっぱいあると思うんですけど、なんかこうなんていうんですかね、こう丼物を食べなんか一食だけこう食べるっていうよりかも、こういろんなものをこういっぱい食べた方が太らないらしいんですよ、うん、そうなんですね、はい、っていうのを聞きました聞いたんで、多分それでこう韓国の方綺麗な方とかいらっしゃるんで、多分そんな感じじゃないですかね。なんかその時はでも食べ歩きで、うんうん、そのなんやろ、結構チキンみたいなやつを、うんうん、あの点々と食べちゃいました。あチキンを点々とされた、ね、チキンを点々と。何チキン食べたんですか？ヤンニョムチキン。あヤンニョムチキン美味しいですね、はい、めちゃくちゃ美味しいです。辛いやつですね、はい、甘辛いやつです。甘辛いやつ、うん、いいですね。ヤンニョムチキンとヤンニョムチキンと、トッポギが入ってるチキンのやつ。トッポギの入ってるチキン、なんていう名前やったのあれ。トッポギの中にチキンが入ってるんです。トッポギとチキンが一つのお皿に入ってるんです。だから、まあ、チキンです。なるほど、はい、そんなのがあるんです。でもトッポギ結構こういろいろあるじゃないか種類、うん、なんか結構辛いやつもあれば、まあ、普通の甘辛いやつもあったりとか、はい、なんかカレートッポギとかなんかいろいろカレートッポギなんかあるらしいんですよ。そうなんです。そういろんなトッポギがあるらしくて、はい、なんか自分が食べた時はちょっと辛かったなって思い出があったり、辛いのも結構好きだったりするんです。いや辛いの苦手です。あ苦手なんですね。なるほど。じゃあどちらかというとこう甘いのとか好きみたいな。甘いの大好きです。あそうなんです。なんか好きなスイーツとかあったりするんですか？好きなスイーツは、うん、フルーツかイチゴは。あいちごフルーツですね。いちごはフルーツです、はい、あでもいいと思う。いちごいいですか？いちご大好きです。あ素晴らしいですありがとうございます。いちごどこのいちごが好きとかあるんですか？どこのいちご？普通のいちご。はい、なんか、うん、
大きくて赤いイチゴが好きです。いいですね、イチゴ。僕なんだろうな、まあ、あんま興味ないから多分みんな、いや気になります。本当ですか、はい、絶対思ってないですよね。僕ですか、でも僕マジご飯に合うやつだったら何でも好きなんですよ。まあ、無難に肉って言っておきましょうか。何ですか、肉って言っておきます。あ、お肉、はい、お肉大好きです。特に何が好きですか。特に何が好きですか、焼肉が好きです。あ、焼肉、はい、何肉、肉何の肉、肉の種類ですか。あ、そうです。あ、肉の種類ですか。肉の種類、まあ、牛肉。あ、でも僕意外とホルモンが好きなんですよ。あ、そうなんですね、はい、脂身とかいけるタイプですか。いけますね。なんかあの歯ごたえあるやつが好きで、結構ホルモン、僕あの福岡出身なんで、あのホルモン結構もつ鍋とかあるじゃないですか、まあ、その影響か分かんないですけど、結構ホルモン好きだったりとか、なんかあのコリコリ系軟骨とか好きだったりします。美味しいですよね。美味しいんです。昨日もあの居酒屋行って軟骨の唐揚げばっか食ってました。はい、っていうことは置いといて、はい、感じなんですけども、あとそうですね、まあ、うちあの18日にまたこうバーベキューやるんですけど、うん、なんか知らないですよね。知らないです。そうなんですよ。実を言うとですね、あのヒューマンボイスってこう自社でこうイベントをやってたりとか、あとプラスでこうあの他の方とあの何ですか、コラボしてあのイベントをやってたりするんですけど、まあ、18日はあの以前このラジオに出ていただいたこの FT ライフっていう撮影会のグループがあるんですけど、そこの熊谷さんっていう方が主催の、ね、熊谷さんっていう方がいらっしゃって、まあ、その方とこう共同でヒューマンボイスと一緒にこう撮影会プラスあのバーベキューイベントみたいな、あの先ほど申し上げたあの超ゴージャスなお庭の、あの某タワーマンションのお庭でこうやるわけなんですけども、ぜひそちらもねちょっとお越しいただきたいなっていう感じでございますけども、あやなさん残念ながらちょっと大阪にいるということで。そうなんです、来週からちょっと大阪に、はい、でも大変ですよね、こう広報しながらこうモデル活動とか今後していくわけじゃないですか、はい、結構そこら辺もまあ難しい、スケジューリングちょっと難しいかなと思うんですけど、まあ、そこら辺もねちょっといろいろと会社の方と一緒に話し合ってねちょっとやっていけたらなと思うので、はい、まあもうここぞって時にちょっと彩奈さんに出ていただいてあのこう顔をねちょっと売っていただく、まあ、ちょっといいあれかもしれないですけど、はい、こうね、広めていただく役割をねぜひしていただきたいなっていう感じでございますので、はい、本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんです、ありがとうございます。あとですね、こうヒューマンボイスはあのまあ、先ほどこうイベントをこうバーベキューのイベントやってたりとか、こう寿司パーティーやってるっておっしゃったじゃないですか、うん、あのそのなんか内定者の方のお祝いっていうのもさせていただいてて、実を言うと、うんうんうん、なんか内定者分かりますかね、こう入社決まった方のお祝いをさせていただいてるんですけど、はい、あのまあ、例えばなんですけど、まあ、この内定者の方を、ね、イベントお呼びしまして、で1人1本あの内定者の方にこうお祝いという意味を含めてこうシャンパンを、ね、開けるんですよ、うん、1人1本開けさせていただいて、もうこう2、30人のねこう方々と一緒にこうおめでとうございますって言ってね、こうあのお祝いするような感じなんですけど、そういったイベントを聞いたことありますか。ないです。ないですよね、はい、なのでこうヒューマンボイスならではの、ね、オリジナルのこうイベントをやってるんですけど、うん、そういったね結構交流会とかねいろいろやってるんですけど、例えば社長会みたいな感じとか、こう経営者だけの交流会だったりとかいろいろしてるので、そういったこうイベントでこうお祝いさせていただいて、こうね、普段こうだから何て言うんですか、あくまでこう、まあ、もちろんこう求職者の方と、まあ、カウンセラーっていう立場ではあれはあるんですけど、まあ、それだけではなくてちゃんとこうお祝いしてこうなんかもう本当におめでとうございますみたいな感じでこうお祝いできるイベントがあるっていうのもヒューマンボイスならでは あの魅力かなって思いますので、まあ、そういったこう転職とか、まあ、就職にお悩みの方はぜひね、ヒューマンボイスにぜひあのご相談いただきたいなというの感じですね、はい、っていう感じでございます。はい、まあ、彩奈さんもねこう来週はちょっとねお仕事であれなんですけど、はい、再来週からねこう MC っていう形でね、はい、あのやっていただくと思うんですけど、結構緊張しますか、こう喋ることに対しては。喋ることに関して、うん、そうですね、初めは緊張します。緊張しますよね。はい、はい、まあ、でもねこううまく喋れなくてもいいと思うんですよ、はい、全然なんか一生懸命さだったりとか、うん、こうこう頑張ってると応援したくなるじゃないですか、多分配信もそうだと思うんですよ。なんかこううまく喋れればいいってわけでもないじゃないですか、なんかあこの子こういうなんかすごくいい子だからこう応援したいなとか、そういったものもあると思うので、なんかこう彩奈さんの良さが伝わるこうラジオ番組になってなっていって、こう、まあ、いろんな方との、ね、こう対談だったりとかね今後していけたらいいかなっていう感じなので、ぜひこう、まあ、再来週からですね、ぜひよろしくお願いしますっていう感じでございます。よろしくお願いします、はい、もう
最後になるんですけど、はい、本日のちょっとご感想をいただいてもよろしかったですか。感想、はい、そうですね、初めてのラジオでこの渋谷クロス FM さんはなんか車で通ったことあるんですよ。 あるんですか、はい、で知ってて、まさか自分が心の中でラジオとして、はい、あんなやろいることが、うん、今でも信じられないです。はい、もうこれからも毎週のように出ていただくのでね、はい、ぜひ一緒に頑張っていけたらなと思うのでよろしくお願いします。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。